しかし御嶽海にうまく距離を取られ叩き込まれました。痛い3敗目にしっかり捕まえないとダメと悔やんでいました。続いてはバスケットボール男子の日本代表、あさってのワールドカップアジア一次予選の初戦に向け最後の調整です。世界ランキング50位のバスケットボール男子日本代表、再来年のワールドカップ出場を目指してアジア一次予選に挑みます。初戦の相手は男子日本代表は3年後の東京オリンピックは開催国としての出場枠が確保されていません。国際大会で実績を得ることがオリンピックへの第一歩となります。自分たちはしっかりと代表の応援を受けて戦っていきたいと思います。以上、スポーツでした。